ただいま。じゃあ待ちます。こちらが。あ、これ何畳ぐらい、何平米？これ何畳なのかな。9畳ぐらいですね。今何をチンしてますか？あ、豚肉です。これは何ですか？ブロッコリーです。切るのがめんどくさくて、ここにお湯ぶっ込めばもう解凍できる。楽。はい。これ炊飯器のやつですよね。これ炊飯器です。もうブロッコリーがおっきに来た。それ何情報ですか？SNS 情報。ツイッター情報。ツイッター情報。あ、本当だってなった。まあでもやっぱりちゃんとビタミンとか取るの。お湯をブロッコリーに入れて解凍してます、ちょっとアレンジで醤油と豆板醤を入れると辛みがアップして美味しい。ちょっと水切って乗っけるだけです。本当に今この作業のために調理してるわけじゃないですか？いや本当にこれ結構週5ぐらいです。週5同じご飯作る。逆にちゃんとご飯炊いて冷凍してるんですね。そうなんです。偉いですね。いきます。豚キムチが安定に毎日食べられるっていう、飽きないですね。最後の納豆に単品で食べます。いや、なんか納豆って癖強いじゃないですか。この癖が他に移したくないんですよ。癖強くってことは食わなきゃいいですか？いやいや、やっぱりね、もうこのためには美容とかもそうじゃないですか。だって若返りはしないですから、今のうちにやっとかないとなくなっちゃうよ。ちんと健康ですね。もう臭い、この匂いは僕は好きじゃない。もう薬状態ですね。まずいですか、納豆。まずいですね。だからなんかいろんな納豆を試してるんですよ最近。偉いな。ごちそうさまでした。